奈良市の火葬場をめぐっては土地の買取価格が不当に高いなどとして住民訴訟が行われ中川原市長と地権者に対し1億1600万円余りを市に支払うよう命じる判決が確定していますしかし期日までに市長らが支払わなかったことから市は損害賠償を求めて提訴奈良地裁は賠償額の半額となる6000万円を市長と地権者で折半する和解案を提示しました これを受け市議会は今日和解案を受け入れるとする市の方針を、一票差で可決しましまた。裁判所が示してきた和解案に対して、えー、まあご同意をいただけたということでございますので、あのこの問題についてはまあ一区切りというふうに考えております。一方、住民訴訟の原告団は、この和解は無効だとして、住民監査請求を行う方針を示しています。